ナンバー・アイが描く新たなショー、ひら神宮寺勇太た、岸太のダンスにファンの心をつかむ。新たなダンスプロジェクト、ナンバー・アイ、誕生。11月25日、元、キング・アンド・ピンスの平野志洋さんがインスタグラムを通じて、新たなダンスプロジェクト、ナンバー・アイのメンバーとしての活動を報告しました。 共に元キンプリメンバーである神宮寺優太さんと岸優太さんとの3人がダンサー姿で一堂に会した写真はファンたちを大いに興奮させました。1カジュアルなダンスシーンの背後に広がる絆平野志耀さんはインスタグラムで仲良しのメンバーとのカジュアルなダンスシーンを公開し数は出会ってそんなに時間は経ってはないけどめちゃくちゃ仲良いよね俺らしょうとコメント 神宮寺さん、岸さん、そしてダンサーカーセファイアーさんとのアットホームな雰囲気が滲み出ています。これは、ファンにとってはメンバー同士の絆が深まっている様子を感じさせ、親近感を抱かせる瞬間となりました。2、ダンス動画へのファンの熱狂。キャズセファイアーさんとナンバーアイのメンバー3人がコラボしたダンス動画のオフショットが公開され、 これに対するファンの熱狂が広がっています。コメント欄には、みんなかっこよすぎる、しようくんたちナンバーアイが生き生きしているお顔が見れて最高に幸せ、かっこいいダンスと素敵な笑顔を見れて嬉しい、みんなのダンス、最高をナンバーアイの新曲、ドキドキワクワクしながら待ってるよ、といった声が寄せられています。 これは、新グループのダンスパフォーマンスに対する期待と興奮が高まっていることを示しています。3. ダンスへの情熱とスキルの高さを称えられる。同じ日にカズセファイアーさんもインスタグラムを更新し、こんなに音楽に、ダンスに、純粋で真剣な人はあまりいないよ。みんなが本気だから俺も砲撃で向き合ってくよ。セクシーコーオップのサック全部できちゃう恐ろしい3人。 と、ナンバーアイのメンバーに対して、そのダンスへの情熱や高いスキルを賞賛しています。これは、ダンスシーンにおいて一線を画す存在としての期待が寄せられていることを示唆しています。4. 芸能事務所、飛べ、所属となったナンバーアイ。10月15日には、滝沢秀明さんが設立した芸能事務所。 とべに所属することが発表され、その後11月15日には雑誌、ナイロンジャパングローブルイシュー04でグループとして初めて表紙を飾りました。この動きにより、ナンバーアイの本格的な指導に対する注目が一層高まっています。結論、新グループ、ナンバーアイ、期待と興奮が高まる。 ナンバー I のメンバーである平野市耀、神宮寺勇太、岸優太の新たなダンスプロジェクトは、早くも多くのファンの心をつかんでいます。仲良しのメンバーたちのカジュアルなダンスシーンや、ファンとの交流を通じて、グループの生き生きとした魅力が伝わってきます。 ダンス動画への熱狂やダンスへの情熱とスキルを称賛する声は新しい賞を迎えたナンバー I に対する期待の高さを象徴しています。芸能事務所、とべ、への所属も加わり、グループの今後の展開がますます注目を集めることでしょう。ファンたちは、 ナンバーアイが描く新たな音楽とダンスの世界に期待と興奮を抱きながら彼らの未来を見守っています。